ちゃん、いよいよワイキキハワイにファンの皆さんがいらっしゃいます。さあ、今日はこれは今からお出迎えですか。私がお出迎えするということで、今みんなが泊まってるホテルに向かってます。着く前にホテルで待っててあげようと思って。びっくりするかな、知らないもんね。皆さん今回のホノルルフェスティバルって全体でどれぐらいの人数なんですか。全体で、約3万人が集まっています。ハワイ3万人の人が集まったらパンクしちゃうんじゃないか。日本になっちゃいます。日本になっちゃう。すごいね、そんなに。これってコロナ明け久しぶり初ですね、はい、そしてあのいつもの名物か影がいますね、後ろに。また来ましたね、ハワイ。これアロハ。やめなさい。コロナでずっとね、なんていうの、止まってたイベントが再開っていう時に呼んでいただいてありがとうございます。精一杯頑張ります。はい、誰かと思ったらマネージャーさんが。中は日本。中は日本。おみこしも。
先に音だけやりますか、それともそのまま行っちゃってよろしいでしょうか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、ハワイで初めてのライブどうでしたか。気持ちよかったです。あのね、反応がやっぱ違うね。うわーみたいな気持ちよかったです。アロハーと騒いでました。騒いでるんじゃないですか。挨拶ですから。そうだ。挨拶だから。いやいや、なかなかいい騒ぎっぷりでした。はい。いよいよ明日本番っていうことで。そうだね。はい。楽しませていただきます。明日からお疲れ様。皆さん、いつも島谷瞳の島谷製作所をご覧くださりありがとうございます、番組楽しんでくれてますでしょうか。そして皆さんにお知らせがあります。6月3日にですね、中野ゼロ大ホールにて島谷瞳のコンサートが開催されます。ハートビートというライブを行うんですけれども、もうその通りです。鼓動です。皆さんの鼓動を大きく私が叩きます、ノックします。そして扉を開いて解放された、そして清々しい気持ちでいい汗を流してもらえるような、そういった一夜限りのコンサートを企画しております。皆さんぜひ6月2日、中野ゼロホール大ホールにお集まりください。内容はですね、今回長いですよ。往年の曲をバッとやります。皆さんからいろいろリクエストもいただいておりますが、もう大体やろうと思ってます。だから皆さん覚悟してきてくださいね。ではお待ちしてます。これからも島谷ひとみの島谷製作所シミがいつも言えない、これ使われるんだよねきっとね。これからも島谷ひとみの島谷製作所よろしくお願いします。待ってます。